どうも、鈴木です。今日は視聴者様から質問のメールをいただきまして、シェアハウスに住む意味ではとても大事な質問の内容だったので、お答えをしながら皆様とシェアをさせていただければと思います。では早速、質問の内容を読ませていただきます。今、シェアハウスに入居しております。シェアハウスは全体として満足しているのですが、一点気になることがあります。それは入居者の一人が夜遅い時間にリビングでテレビを見ていて、 結構大きいボリュームで見ているので、寝室まで聞こえてきます。私の部屋がいいのにも、他の方の部屋にも聞こえているのではないかと思いますが、今のところ誰も注意はしていないようです。でこういう場合は私が注意した方が良いのでしょうか注意するとギクシャクしてしまいそうで、あまり自分からは注意したくありませんが、何か対策になるようなことがあれば教えていただければ幸いです。 と非常に丁寧な質問をいただきました質問していただいた方ありがとうございますでクレームの内容って弊社で言うと10棟も運営してると毎月1件か2件は必ずあるかなっていう数なんですけれども、まあ、今日の今の質問なんかは非常に多い質問の内容になりますので早速答えさせていただければと思いますリビングについて他の入居者の方がテレビを見ていて 音が、ボリュームがうるさいということだと思うんですけれども、リビングも、他の方と共有で使っていただくスペースですので、一人の方が皆様に迷惑になる行為をしていいというわけではありません。ですので、リビングでテレビやスマホで動画を視聴する際には、音には必ず気をつけていただきたいと思います。ただ、今回のテレビを見ている方については、他の部屋に、 テレビの音が聞こえているっていうことをもしかしたらですが、いまいちまだ分かっていらっしゃらないかもしれないので、そういう自覚がないかもしれません。迷惑をかけている方が、まだ自分が迷惑な行為をしているっていうことが分かっていないっていうケースが結構ありますので、その場合はその方に協調性がないということではなくて、まだただ単に気づいていないっていうことかと思います。 でご質問の内容はその迷惑をかけてる方に私が直接注意した方がいいのでしょうかっていう内容なんですけれどもこれに関してににご質問にお答えすするとと直接注意はしない方がいいと思い方が思ますただその方がテレビを見続けてしまってずっと皆様に迷惑をかけてしまうということにもなりかねませんので誰かが注意をしないといけないっていうことになるんですけれどもそれは運営会社に注意をしてもらいましょう。 というのも入居者同士で注意をし合ってしまいますと例えば言い方だったり言うタイミングだったりでそのクレームの内容とは違う部分で揉め事に発展してしまうことがあります迷惑をかけている方も自分が悪いことをしているって分かっていてもその言い方の語気が強ければ素直に受け入れられないっていうこともありますし迷惑をかけられている方も 自然と語気が強くなってしまうっていうことがあります迷惑をかけている方はタイミングにおいても何か事情があって非常に落ち込んでいたりした時はとっさにその言葉を受け入れることができなかったり誰でもそういうことってタイミングによってはあると思うんですよねそれは勝手なことにも思えるんですけれどもでも誰でもあるのではないでしょうか ですので注意は直接するのではなく間接的に誰かがした方がいいっていうことになるんですけれどもその間接的に注意をするのを適任者は運営会社ということになりまして運営会社が注意をすると迷惑をかけている方も素直に受け入れられるっていうことになります運営会社はクレームの対応に慣れておりますのでクレームをされた方の名前は伏せて匿名で 注意をしなければならない方にお伝えするっていう形をとると思いますので、まあ、その注意をされた方も、まあ、最初は柔らかく注意することになりますので、まあ、非常に受け入れていただきやすいっていうことになります。ですのでほとんどの方は注意をすると「すみません今後気をつけます」っていうふうに言ってくれます。 運営会社に伝えるタイミングなんですけれども、できればその迷惑行為をされている方が、その迷惑行為をされている最中に伝えるといいでしょう。というのも、その迷惑行為をされている方に、その時に直接運営会社から連絡が行くと非常に効き目があります。ただ夜遅い時間ですと運営会社と連絡が取れないっていうことになりますので、その場合はメールで伝えるということにしてください。運営会社に伝えるときは、日にちと時間を明確に伝えてください。 例えばですけれどもメールで昨日何時から何時の間で〇〇さんがテレビのボリュームが大きくて眠れませんでした匿名でお願いしたいんですけれども注意をしていただけませんでしょうかと運営会社に送っていただくとうまく対応してくれるかなと思いますですのでこの質問をしていただいた方への答えとしては 直接その方に注意をするのではなくて、運営会社にメールか電話で伝えて注意をしてもらうようにしてください。知らない者同士が一つ屋根の下で生活するのがシェアハウスでもありますので、中には協調性に少しかける方が入居されていたり、迷惑行為をされていても、それが気づかないでしているっていうケースもあったり、大変な部分も多少はあると思うんですけれども、 まあただシェアハウスはえー仲のいい友人ができたりまあ自分自身も協調性を養えたりっていういいこともありますのでまあそういったことも含めてあのシェアハウスの生活をえ楽しんでいただくのがいいのかなと思いますのでまあできればなんかあのクレームというかえまあそういう迷惑をかける行為,が行為をする人がいたとしてもまあぜひ運営会社をうまく利用して そういったこと、をトラブルにならないようにうまくですね生活していただくっていうのがいいのかなっていうふうに思っております今回は一問一答ということでご質問をいただいた方にお答えするという内容にさせていただきました最後までご視聴ありがとうございますこの動画が良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録・高評価ボタンをいただければ嬉しいですそれではまた